はい、お疲れ様です。8月5日の桧原湖ガイド終了しました。まあちょっと大きな変化っていうか、まあそうですね、大きな変化がありましたかね。うん、でね、今まではまあ昨日は更新しませんでしたけど、おとといの3日までは、まあ、でかいトップ。まあ、ジョイントフカベイトメインですよね。ジョイントフカベイトとか。まあ、ジョイントフカベイトとか、そういうでかいトップをメインに投げて、まあ、フォローで、まあ、虫、ね、虫系って感じだったんですけど、で、ね、それまではそのバックアップの、深いところの釣りですよね。まあ、確実性高く、まあ、釣りとしては、その、ミドルレンジのサーモクラインにかかる水深の、岩とかウィードっていうのを、まあずっとやってて。で、逆にそれより深いところの、まあ若さに食いの魚とかはちょっと難しいっていう状況がずっと続いてたんですけど、昨日ですね、昨日の8月4日から、そういう深いところの若さに食いの魚が割と食いやすくなってきました。はい。なので、まあ昨日はね、やっぱバックアップで、まあ、深いところのそういう魚がね、ワカサギ食いの魚がちょっと釣りやすくなってきてるなっていうのを昨日気づいたんで、まあ、そっちもやって、で今日も、まあ、それやってって感じですね。まあ、今日もねちょっと土曜日ですしね、ちょっとシャローのバンクの魚、まあ、シャローのバンクがねどうしても、まあ、混んでやりたいとこやれないかなと思って今日はほぼほぼ手出さなかったんですけど、まあ、今日はまあだからシャローの勝負の釣りに関してはまあそういうシャローフラットの方ですね。バンクじゃなくて、シャローフラットの方で、まあ、まあ、シャットテール巻いたり、チャターベイトの巻いたり、ノラネズミエンペラー投げたりって感じで、で、バックアップは、まあ、さっき言ったように、まあ、昨日から、まあ、ディープのバカサイン食いが比較的、食いやすくなってきたんで、それを狙って。で、まあ、午前中はね、今まで通りのそのミドルレンジの、そういう魚、まあ、ミドルレンジの、まあ、岩とかウィードの魚たちも、まあ、狙ってって感じですね。まあ、午後はもうほぼほぼ、そういう若さに系の魚を、まあ、魚探に移る魚ですよね。魚探に移る。まあ、今まで、まあ、まあ、ここ最近はそんなにちょっと難しかったから狙ってなかった、そういう魚探に移る魚を、まあ、狙ってたっていう感じです。はい。で、まあ、釣ってったのは、まあ、ダウンショット、ライトキャロ、フリーリングですね。ベイトフィネスフリーリング。と、あとは、こう、ノーシンカーかな、ノーシンカー、まあ芋系ですよね。でも釣りました。だからまあそういう、まあ深いところ釣れる、まあリング全般で釣りましたね。うん、であと本日最小、まあ今日の最小記録はこのノラネズミエンペラーで25センチくらいのちっちゃいやつ釣れました。うん、でまあシャローの巻きに関してはね、結構いいサイズが食ってきたりもしたんですけど、まあ、それはかけられずっていう感じで、まあそんな感じでしたね。はい。まあね、ちょっと暑い日が毎日毎日続いて、まあ、このまま状況的にね、あんな大きな変化が起こらずにいくのかなとか思ってたところなんですけど、まあね、まあそういう深いところのマカサイン食いの魚が、まあ、割と食うようになってきてくれたっていう変化が起こってくれたので、まあ、ありがたいですね。やっぱりね、変化が起こらないとちょっと毎日やってる僕としても、やっぱり飽きてきちゃうんで、まあ、定期的にこういう変化が起こって、まあ、それにね、うまくついてい、ち早く見つけて、ついていける、いけるように、まあ、日々頑張ってます。はい。ということで、そんな感じの8月5日の桧原湖ガイドでした。